皆様こんにちは。竹沼企画第3弾火星の2人、元美役の高橋ひとみです。第3弾ですから、第1弾第2弾をご覧の皆様 にそれ以上のものをご覧になっていただきたく、プレッシャーはあるんですけど、その分楽しみです。竹中さんと夫婦 の役なんですけども、竹中さんがある事故に遭ってから、こう人生観が変わるというか、人が変わったようになってしまって、その事故によって壊れてしまうんじゃないかと思われた家族が、逆にこう再生していくという、先のある夢のある話だと思ってます。いいように変わってくれたらいいんですけども、それがどう変わるのかによって、やっぱりこう自分の、ね、立場もそれを支えていくのか、もう嫌だって逃げ出すのか、でも子供がいるからとか、いろいろあると思うんですよね。妻である元美はその旦那さんをどう支えていくのか楽しみなんですけど、皆さん初めての方ばかりで、そして皆さんお若くて、自分の子供以上にはお若い感じがするんですけど、私は常に新人の気持ちでいるので、いつまで経ってもね。なので、こういい風にこう影響し合えたらなと思って、その稽古から楽しみなんですけど、つい最近車検に出したばっかりの車が、大きな道路でなんか突然踏んでも踏んでも動かなくなって、プス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 って言って止まっちゃって、あ、止まる止まる止まると思うじゃないですか。その時にど真ん中にいないで、ちょっと寄るんですけど、なんとただのガスケットだったんですけど、でもガスケットなんて何十年も運転してて初めてで、もしそれが高速道路上のトンネルの中とか、本当にビュンビュン走ってる夜だったりなんかしたらと思うと、家帰ってからどん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 ざわざわしてきて怖くなって、こうあの時よかったと思ったんですけど、それはやっぱり九死に一生を得てたんじゃないかと思いました。この竹沼企画第3弾、個性豊かな出演者の方ばかりなので、皆さんぜひご覧になってください。見に来てください。よろしくお願いします。